1978年の沼の上駅と周囲約500メートル範囲。右下が円軽方面。無人化直前の姿。相対式ホーム2面2線。駅舎横の貨物ホームはすでに使用されておらず、引っ込み線は撤去されている。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成沼の上駅は北海道門別市沼の上に、 かつて設置されていた北海道旅客鉄道名寄本線の駅である。名寄本線の廃線に伴い、1989年5月1日に廃駅となった。廃止時点で短式ホーム1面1線を有する地上駅であった。ホームは線路の南西側に存在した。かつては相対式ホーム2面2線を有する列車交換可能な交換駅であった。 1983年時点では、使われなくなった対抗ホーム側の一線は、交換設備運用廃止後も円軽法の転鉄機は維持され、側線として残っていた。ホーム前後の線路は転鉄機の名残で湾曲していた。無人駅となっており、有人駅時代の駅舎は改築され、中南よ駅などと同系のプレハブ駅舎となっていた。駅舎は、校内の南西側に位置し、 ホームに接していた。当駅が所在した地名より、地名は当地が小向け湖と渋のつない湖の二つの沼が望める高台となっていることに由来する。2001年時点では雑木林の中にホームが崩れかけた状態で残存し、ホーム上には駅名標も残存していたが、2003年に門別市が公園として整備した。2011年時点では、 駅名表はレプリカに変わり、ホームも修復の上アスファルト舗装されていた。また、2011年時点では、渋野津内湖に注ぐ小さな沢に架橋されている鉄骨ガーダー橋が残存していた。ありがとうございます。